はい、始まりました。石門ジャップ TV。 2020年9月26日、京都サンガ FC に関わる方にとって非常に嬉しいサプライズニュースが舞い込んできました。なんと昨年のサンガのエースとして君臨し、横浜 F マリノスに完全移籍した仙頭圭也選手の復帰。金曜の夜から深い眠りでしたが、朝っぱらから目がすぐ覚めました。これはマジでビッグサプライズ。今現在のサンガは直近の試合5試合中4勝1分けと絶賛調子が尻上がり中ですが、それをさらに加速させるにはもってこいな存在。 J1 昇格には勝ち点差が2位と9離れているだけに、求められるのは大型の連勝。その J1 昇格に向けてサンガに関わる方々、選手、スタッフ、スポンサー、サポーターが一体となるにはこの上ない人選なのではないでしょうか。この補強に関してはフォワードもしくは2列目の選手を、他の動画でも言っている通り、途中加入選手はあるんだろうなと予想はしておりましたが、まさか昨年のエースの復帰というのは驚かされました。まあ心の底では昨年の J2 を席巻したサンガの3トップ、一味選手、小山津選手、仙頭圭也選手の中で一番復帰の可能性があり得るのは、横浜 F マリノスの元々の選手層の厚さに加え、前田大然選手やジュニオールサントズ選手の獲得、そしてマリノスの絶対的司令塔の天野選手の復帰といい、出場時間に限りがあり、最近ではベンチ外の仙頭圭也選手が、まあ、少なからず期待は心の底で少ししておりましたが、ACL のこともあるし、さすがにないだろうと思ってました。それだけに今回の復帰は非常に嬉しいし、めちゃくちゃ熱い。背番号の15番っていうのが本当、サンガサポーターから見たら熱いですね。2004年から2015年まで12年間生涯サンガでプロ生活を全うし、引退後もサンガのスタッフとして携わっており、今現在サンガのスカウトに、まあ、おそらく配属されている中山博樹さんの背番号、後に2017年2018年とサンガのディフェンスを長年支えた染谷選手がつけてた番号ということで、京都サンガ FC としてはどの背番号よりも安々と割り当てられる背番号ではない、重みのある背番号ということで、それを仙頭圭也選手に割り当てるあたり、サンガのクラブとしての期待の表れと J1 昇格への強い気持ちを感じました。サッカーに関するネットニュースでも本日は完全仙頭圭也選手が独占。掲示板やツイッターでも試合に勝った時よりも歓喜の書き込みが多かった印象。そりゃそうですよね。京都の高校育ちの京都サンガ FC 生え抜きの選手ということもあり、私含めサンガのサポーターにとってはもう期待は膨らむばかり。これまでのサンガの途中加入はピークを過ぎたベテラン選手やまだ実績が少ない選手が多かった。それとサンガへの復帰に関しては、手嶋和樹選手に倉貫和樹選手、あと鈴木慎吾選手に大黒正史選手などいくつか復帰はありましたが、手嶋選手を除きピークを過ぎてからの復帰が多かった印象。それに比べたら今回は J1 昇格に向けて調子のいいチームに、年齢も25歳でサッカー選手としてピークのこの時期に、でかつおまけに昨年サンガで大活躍したエースの仙頭圭也選手の復帰は、これまで史上最高の途中加入、そして復帰劇なのではないでしょうか。そこで肝心が使われるポジションに関して、フォワードもしくは2列目なのかなと。宇高選手と同じく攻撃のセンスはもう抜群。技術と判断の良さ、頭いいんですよね、仙頭選手。そして守備もサボらない献身的な動きは、ここ最近5試合で4勝1分けと尻上がりに調子を上げているサンガの勢いを加速させるにはもってこいな存在。大型の連勝も夢ではないのかなと。本当楽しみですよね。宇高選手とのツートップを想像するだけでよだれが出そう。マークがうまく分散されて、宇高選手もより得点が取りやすい環境になるんではないでしょうか。今季30得点の得点王も全然ピーター宇高選手ならあり得るのかなと。あと仮に今年のサンガの一番の懸念事項として挙げられるピーター宇高選手に怪我があった場合、その面から見ても個人でも剥がせて周りを生かすこともできる仙頭圭也選手の獲得は素晴らしい人選だったと思います。他では2列目の選手として出場する場合でも、ボールを引き出す役目と宇高選手が降りてきた後の前線の空いたスペースに出てくる選手としても、仙頭圭也選手は生き生きプレーできそうなので、選択肢は広がるばかり。
その2列目の選手といえば、中野選手と、京都橘時代で一緒にプレーしている先輩の復帰ということもあり、チームとしての雰囲気もかなり良くなりそう。まあ、他の選手で言うと、まあ、谷内田選手に福岡選手、あと、金久保選手に曽根田選手、中川選手に川崎選手に荒木選手と、層はかなり厚いので、この過密日程を連勝で乗り切るには、布陣は揃ったなという印象。その肝心な仙頭慶也選手に関しては、来週の10月の24節、アウェイ、ジュビロ磐田戦から出場できる模様。マリノスでもおそらく練習では、チアゴ・マルチンス選手や日本代表の畑中選手と、J リーグトップレベルのディフェンダー陣と日頃から対峙してるでしょうから、J2 でのレベルだったらおそらく、遺憾なく力を発揮できるのではないかなと。まあ、肝心なのは試合勘。これは試合に出ないと取り返せるものではないので、幸いなことに日程も過密日程なので、来週から早速出場するんじゃないかなと個人的には思っております。J1 昇格に向けて、どの選手が出場するんだろうというワクワクも含めて、より一層モチベーションの高い状態で毎試合試合を迎えることができそうです。サンガスタジアムで仙頭選手が復帰早々点取れば盛り上がるでしょうし、パフォーマンスの中心に仙頭選手がいることを個人的には期待しております。かつ勢いも増しそう。そんな妄想しているサンガサポーターは私だけではないんじゃないでしょうか。いざ J1 昇格へ、戦いはまだまだ続きます。J2 後半戦を制するのは、我らが京都サンガ FC ということで、ここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石文字アップ TV でした。